はい、こんにちは。私はね、国民の寄付カンパで生活をしてるんで、なるべく節約をして少しでもね、無駄遣いをしないように毎日工夫をしてね、まあ貧乏生活が身についてるんで、でまあそれでね、目標があるからやっていけるんでいいんですけどね。なんとか生きております。ただまあ今ね、衆議院選挙が終わって、なかなか理解できないことも多いでしょうけどね。まあ皆さん、大きな変化っていうのは維新と、国民民主党がね、憲法改正で一緒になろうかと、まあ、結局野党統一ってやっているけども、共産党とのこの閣外協力には国民民主党はついていけないということで、自民党側に公明党だけじゃなくて維新と国民民主党も憲法改正という大きなね、分裂軸、これ原発と重なってますけどね、原発推進が国民民主党維新多いですから、非常に新たな局面を政治的に迎えているということなんですよね。で、まあこれは維新が台頭してくるっていうのは2012年の衆議院選挙の頃からマスコミが自民党のこの特に大阪関西圏でね、自民党の陰に自民党がダメでも維新という仕組みを作ってきたわけで、まあここを非常に強力な体制を築いてきたわけですよね。これに対抗するにはね、本当にこう今野党統一を協議してこの衆議院選挙を戦った、立民、社民党、令和、共産党、この4党がね、候補者の選定作業からきちんとその国民と一緒になって、こう一塊になれる本当の政治勢力を作らなきゃいけないんですね。ちょっと風が強いな、これ。まあそういうことを考えながら私も模索を続けてやってるんですけど、まあ批判も受けるし、いろいろと大変ですけどね。また以前のようにねえ、野党統一とか脱原発とか言ってやってた一番最初のもう9年ね、10年近く前、いろんな批判を受けてそれでもやってきたけど、今はもう脱原発と野党統一が当たり前になっているように、まあ先を見据えて行動しなきゃダメなんですよね。市民の市民による市民のための政治、これをね、確立するためにはなかなか生半可なことじゃいきませんよと。まあ前回この前のね、日曜日に、市長選挙に出ようとしましたけど、まあ各地のとにかく新聞テレビに脱原発とその司法官僚たちが悪さをしている、そこをもう選択しなきゃいけないと、ウォッシュね、司法の正常化、これを訴えていくんだという、まあ、そういう政策を載せ続けなければいけないとね。2年あ
この前始めたんだから 2,3 年はそれを続けなきゃいけない、そう思ってますけどもね、非常に厳しい、旅が始まると、始まったなという感じがしております。まあ、ぜひご理解をいただいて、私 の、 あのテキストで読むのが一番いいですからね、私がその司法の正常化ね、司法が腐ってるから選択しなきゃいけないと、ウォッシュですね、まあ、そのことについてはブログなんかを見てもらうとね、非常にいいと思うので、ぜひ、読んでね、寄付カンパお願いいたします。じゃあ Facebook の方でも放送しておきます。まあ毎日放送はねするようにします。